日本栃木県栃木市朝日町朝日町は栃木県栃木市の地名。全域で住居表示を実施している。郵便番号は328-0035。栃木地域栃木地区の中央部、中心市街地の東部に位置し、南部を渦間川が流れる。北で満町、東で本町、南で河井町、城内町、西で和町、室町と隣接する。 栃木市栃木文化会館や栃木市栃木図書館を、はじめとした、文教施設や、正し願い寺や万福寺、栃木座との総鎮守で、栃木のお伊勢様と呼ばれる、新名宮など神社仏閣の集積が見られる。また、小山街道沿いには、宇都宮地方裁判所栃木支部が置かれている。元は、栃木町大技栃木安朝日町の一部であり、市政工事の大技の廃止に伴い、 栃木市朝日町となった。かつては栃木刑務所、栃木労働基準監督所があったが、1979年に栃木刑務所が総社町へ移転した。刑務所は栃木には、1983年に栃木市文化会館、1986年に栃木市図書館がそれぞれ会館した。また、栃木労働基準監督所も沼和田町へ移転した。 2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。総数、個数、または世帯数、人口、倉の町循環のラッセ号、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。